アイミムラ囲碁チャンネルです。今日は私の生徒の、大体私に2子ぐらいで打てる強い2人の碁を、取り上げてみます。最初からいきましょうか。そうですね。二間高挟みに桂馬にかけて碁を受けたんですね。これも、こう出て切るのがね、昔はこういうふうになる、穏やかな定石になるものでしたけども、もう最近は全くこれは期待できないので、アルファ碁が打ち出したこの抑え込みからの戦いがありますので、これちょっと詳しくないと打てない、結構、プロもなかなか、避けるケースが増えてきていますが、ただ受けるならば、このハサミの位置、ちょっと近すぎたのではないかっていう問題はちょっとあるんですね。で、受けると、三々付けも、よくある手ですね。ここで出て、こうなって、カケツギが珍しい手で、男の子らしい、工夫の一手ですね。一間に飛んで、このようになって、これなら別にどうってことはないんですけど、ちょっと変わった手を試してみたということですね。あ、ごめんなさい。ちょっと白が本当は良くないでしょうけどね。でもこういう工夫も、いろいろやってみることはいいことです。ちなみに黒は、出た手はちょっと、小ミスですね。単に戻らなきゃいけなくて、白がここに継いでくることは、まず、この上は全然黒心配ないですから、これでもこうとか打ってくるなら、そこでこういうふうに打つのが正しい手順で、実はこの時に白はこれを打った方が、こういうふうに打ってから受ける手がありますね。こういうふうに打たれると、ちょっと黒は、ここに切りが残るんで、若干損になる可能性ありますね。なので、こういうところも、このレベルになったらおろそかにしてはいけないということですね。白の趣向ですね、これは。これでちょっとすでにね、序盤、布石は白が失敗と私は見ます。左下がね、この黒はかなり地にも辛くて硬いですよね。その石に対して白がちょっとここが迫りすぎちゃってる、近づいてる、ちょっと働きのない石になってちょうど挟まれちゃってますよね。でもし白はここでこのような感じで逃げる手をかけるようでしたら、かなり、立ち遅れた布石と見ます。あまり打った効果が出てませんよね。なので、布石は白ちょっと甘い。勝負はまだ先が長いです。三々入りに対して、この高い両掛かりからの付け伸び、黒の付け伸びも非常に最近もう普通にね、定石でしょっちゅう打たれてますよね。このあたりある程度知識を持って両者打ってると思います。桂馬もね、押さえると、こういうふうになって、ここ継ぎとカケ継ぎ両方あるんですけども、こういうふうになるのと比べて桂馬の方が、仮にこういうふうになって、こういうふうになるならば、黒は明らかに得ですから、桂馬もなかなか、いい手ですね。実戦は下がりを利かして、このように桂馬で連絡しました。結構洒落た形ですけど、こういう時に、コスむ選択もありますよね。仮にこうなった時には、今度はピタッと渡ることができますので、これとどっちがいいか、当然これも考えたとは思います。若干白うまくやったかなっていう感じもしますけど、でもやはり元が黒いいので、貨幣を盛り上げに行きました。二段バネに対して単に伸びたんですけど、私なら絶対これは切りを入れますね。なぜかというと、左下、こっち方面はもう、すごく鉄壁なので、この一目味をつけることと、ここに次が来ることは白が、重複させて得だと思うからですね。こういうふうに打って、どんな受け方をしても、どんな受け方をしたとしても、
何らかの味が残る。損になることはないだろうと思うんですけどね。で、単に伸びたんで、かけつぎはまあちょっと分かってて、これは工夫した手ですね。働かせようとした手ですけど、多分次の方が、正しい。AI の評価も多分次の方がいいんじゃないですかね。これは、まあ分かっててやったと思います。それで、この後のテーマは、白としては、何としてもこの石が犬死にしないようにしないといけないっていうことですね。かといって、こんな風に助けてくれってやって、これがと重荷になってしまうのも全然ダメです。これももう全くダメ。マイナスにしかなりませんから、ここをうまく裁かなければいけない。何か、この辺方面を絶対に実現させることが必要です。あとは、今、右辺白はね、詰めた手は、当然、この石の動き出しを狙っています。ここの2つをどう絡めていくかですね。実際は抑え込んでいきました。プロをね、攻めたいんですね。で、コスミつけたのは、これはちょっと筋の悪い手に見えるんですけども、これも結構、場合によってはいい手になる手ですね。実戦は、このように、なって、まあ、低く、このように低く渡る手が結構 AI の評価がね、良かったりすることが多いんですね。そういう影響もあると思います。で、このように白は、上を封鎖することに成功して、こういうふうになりましたね。そして、そうですね、ちょっと戻りますけど、この場面で黒が、何を考えるべきか。まあ、この手は、先ほど言ったように、すごく工夫した、部分の最強を追求した一手なんですけども、まあ、大人の目で言うとね、僕らの目で言うと、まあ、ここはちょっと軽く譲ったらどうかっていうことから考えますね。その前に白がこう一手力を入れて黒は手を抜いたところですからね。で、まあ、ここで渡られてしまうんですね。これは大体手は出ませんけども。で、この押しを一つ打ちたいところですね。これは大体挟ねれは大きいから受けるんじゃないでしょうかね。で、それでこの辺打って、そうですね、下辺のこの辺りの戦いに備えると。かなりまとまると大きくなりますので、白も必死な、まあ、侵入が必要になると思うんですけど、まあ、こういう方が、得なのではないかっていうことから考えますね、私なら。実戦は連絡して、少し白は上が厚くなって、押して、そうですね、これを一つ、まあ、利かそうとしたところで白が襲いかかりました。逃げてつないだ時に抑え込もうとしたんですけど、この傷がちょっとあるのを白は見落としてたかもしれませんね。なあ、これは抑えると切られて、まあ、ここは効くんですけど、これは取られてしまうんですね、白がね。なので、結果的にはこんな感じになりました。黒が地を増やして、白は外にすごく壁を作ったんですけど、ここに一手借金がありましたので、継がなきゃいけなくて、で、こう下辺の守りに手が回って、これはもう黒の大体勝ちになったと思いますね。その後、このような手は打ちましたけども、黒はがっちり固く受けて、まず、黒、勝てる形勢だと思います。なので、白はちょっと、まあ、ここで普通は継ぐんですよね。受けは必ず必要ってなんですけども、まあ、こうとか、このように打ってもその、まあ、連絡気味、上に打たれて、ちょっと、この流れは良くない。不満に思ったんだと思いますけど、そういうことならば、この一目助ける手をでちょっと考えるべきだったと思いますね。私の感じでは、ここを今打つ、急ぐ必要はないという感じがします。例えば、先ほども言ったように、下辺をとにかく手にするべきなので、それもこのような手ではちょっと生ぬるいという気もして、ここぐらいまでいきたいですね。これはちょっと読みが必要ですけど、まあ、イメージ的にはこのようにこう食いついていって、負担だった石を軽く捨てるという感覚ですね。
あ、ちょっとずれました。まあ、大体こんな風になる可能性が高いんじゃないかと思いますね。ここってその取ってきても別に、むしろこっちの方が大きいかなっていうぐらいのところですので、とにかく下辺を早く仕掛けたいですね、私なら。そうですね。実戦はこの手がちょっと遅いのではないかと思いますね。まあ、一手打たれた後でも下辺は手にできるかもしれないんですけど、やっぱちょっと状況違ってきますよね。あと、そうですね、ここで白もちょっと積極的にいったのが実際は裏目に出たんですけど、この場面ではむしろそうですね、こっちからこういうふうに行く方が、方向的には得なんですよね。ダメをつながらせて背中がまあ熱くなるということで。だからこれはこっち側方面から攻めるのはうまくいく場合はいいけれど、自分に傷があって実戦のように取られてしまったのは本当最悪でしたね。まあ、積極的だったのはいいけれども、それが裏目に出たという判断の、まあ、ミスですよね。ですから、強く戦うことも大事だけども、どこをメインのポイントとして見るかですね。ここの曲がりのポイント、ところも実は非常にいいところで、これももしこう、大体受けになるんじゃないかと思うんですけど、そしてここをやることができれば、まあ一番ベストだったのではないかと思いますね。まあちょっと難しいレベルの高い碁ですので、なかなかはっきり悪手、そんなひどい悪手っていうのはないんですけども、まあ参考にしていただけたらと思います。